ティーガー・アーイは第二次世界大戦期のナチスドイツで開発された重戦車である。正式名称は何度か変更されており、最終的にはシックス号戦車、ティーガー・イー型と呼ばれていた。書籍における日本語表記は6号重戦車、トラ号戦車、トラ戦車に始まり、英語読みのタイガーやドイツ語での発音の一つであるティーゲルが多く見られたが、 1970年代後半頃から現代ドイツ語の音に近いティーガーが見られるようになり、現代ではこの読みで記されることが多い。6号戦車には I 型と2型の2種類が存在し、それぞれティーガー I、ティーガー II と呼ばれる。本校では I 型について述べる。兵器局から人地突破用重戦車の開発を依頼されたヘンシェル・ウン・トゾーン車は、 1937年春から、後日の DWI、DWII、VK3001 を開発した。いくつかの試行錯誤を経て、1941年に、ヘンシェル社と他の3社は 75mm 手法を持つ35トン型戦車の設計を提出したが、これらの計画は、手法を 8.8cm 戦車法に変更した。 総重量45トンの v k 4 5 0 1に取って代わられた。この政策案は1941年5月26日にヒトラーのバイエルンの三層イーグルネストで行われた兵器の基本的問題を討議する会議で決定されたとされる。この会議は独ソ戦開始の直前であり、このことからもガーア I がいわゆる T-34。 ショックで開発されたものではないことがわかる。その後、バルバロッサ作戦でドイツ軍が遭遇したソ連の T-34 は規制のドイツ戦車を時代遅れのものへ変えた。ヘンシェル社の設計技師だったエアビン・アーダースはソ連軍の戦車が国防軍のどの戦車よりも優れているとわかった時は皆行天したと語っている。 T-GAR-I ーーはそれまでの試作重戦車を拡大した設計であって、後のパンター戦車と異なり、T-34 と遭遇した上での機械的比較や戦訓をもととした傾斜走行などの革新的な設計は取り入れられていない。しかしながら走行の厚さがこれを補った。T-GAR-I ーーの生産を行うヘンシェル社工場ポルシェッと、 ヘンシェル社は試作者の設計案を提出し、実際に製作された車両は1942年4月20日のヒトラーの誕生日に、ラステンブルクにおいてヒトラーの前で比較された。ポルシェアンの VK4501 は、故障の多かった変速機を省略するため、エンジンで発電機を回してモーターを駆動する電気駆動方式を採用し、 サスペンションも外部にトーションバーを配置する簡易な設計であった。ヒトラーはこれに関心を示したが、モーターには不足していた銅を大量に必要とするためもあって、堅実なヘンシェルアンが採用された。t イコと6号戦車 E 型の量産は1942年8月に開始された。なおすでにポルシェアンの車体も90両先行生産されており、 これを流用してフェルディナント、またはエレファントとして知られることになる、重駆逐戦車が製造された。ポルシェ・ティーガーには、通常に広く知られているティーガーアイと比較して、多くの相違点が存在する。この戦車の砲塔は、車両半分より少し前に配されており、砲塔の形状も、ヘンシェル社製のものと異なり、ミサオホージの不覚を取るため、 中央部分に突起したクリアランスが設けられている。また、ヘンシェル社製のものと比べると、モーターを搭載する分、全長が約1メートル長く、全幅と全高は少しずつ低い。出力ロスの多いモーター駆動のために最高速度も時速3キロメートルほど低かった。電気駆動を採用した結果、機関室が大型化し、また空冷ガソリンエンジンの出力は不足していた。 この巨体を動かすには相当大きな電力が必要であったが、平地の走行実験では電力を供給する高度が焼け、エンジンから煙が出るなどの結果となった。改良を加えてから下り坂で走行実験をしたところまたしても高度が焼け、砲塔を旋回させても大電流に高度が持たず、即座に中止となった。放っておいても砲塔は重力に引かれて、 下を向くという結果となった。ポルシェティガーの一応の期限は1942年4月20日であり、この日にはヒトラーの左越を受けるため完成が目指された。しかしエンジンが完成して届いたのは4月10日であり、列車で運ぶ途中にも必死で溶接作業をし、やっと完成して到着したが、満足に行動できないという結果となった。このような過程を経て、 ヘンシェル社の車両が選定された。あと、東部戦線に配備された重駆逐戦車部隊の中に、指揮戦車として、数量のポルシェティガーが配備された。当初は、PZKW6OSF-H の名称で開発されたが、後に OSF-E と変更された。正式番号は、SDKFZ-181 である。 ティーガーの愛称はフェルディナント・ポルシェ博士による命名であった。ティーガー・アイは実質的に試作のまま大急ぎで実践に投入されたため、生産期間中にわたって大小の改良が続けられた。まずコストを削減するため、初期型にあった潜水能力と外部取り付けのファイフェル型エアフィルターが省略された。防弾ガラスのはめられたスリット式の社長用ハッチの キューポラをペリスコープによる間接視認方式の安全なものに交換したものが中期型、干渉ゴムを内蔵した構成天林に変更したものが後期型と後年の研究者によって分類されている。また修理に戻された本社の一部は後にシトルムティーガーに改造された。本社の運用にあたる戦車兵などの兵士用に製作されたマニュアル。 ティーガー・フィーベルはティーガー・アイをエルビナ・ティーガーという女性に擬人化し、兵士のキャラクターがその世話をしながらくどくための恋愛入門書という図式でティーガー・アイの運用法を解説していた。DW と VK の試作車の設計図、ティーガー・アイはこの戦車が登場する以前のドイツ戦車と比較し、主にその設計哲学において異なっている。これ以前のドイツ戦車は、 機動力と走行、砲力のバランスを重視したものであった。当時、ドイツ軍において最強の放火力を持つ戦車は 50mm 砲装備の3号戦車であり、これに対して敵戦車の火力が上回ることもあったが、ドイツ軍は優れた戦術でこの不利を跳ね返した。設計哲学上、t g ー r i はそれまで重視されていたバランスを捨て、機動力を犠牲にして、 火力と走行を強化した重戦車である。開発当初、6号戦車となるべく1937年に作られた DWI および翌年作られた DWI さらに後者を発展させた VK3001 が1941年までに3両試作されたが、これらの開発は中止となり、より大型の VK3601 の開発が優先された。 この車両は、ヘンシェル社が開発を行っていたものである。VK3601 には、距離1400メートルで100ミリメートル圧の装甲を打ち抜く能力と、全面装甲100ミリメートルの防御が要求された。この要求は、後にドイツ軍が遭遇した T-34 との戦訓に由来するものではなく、フランス戦で遭遇したルノー B1 や、 マチルダ2不評戦車などの連合軍重戦車との戦訓によるものであった。3号戦車、4号戦車の搭載する単方針法がイギリス、フランスの戦車を撃破するには非力なことは明白で、アドルフ・ヒトラーはこの貫鉄力性能の不足に不満を持ち、1941年5月26日、新型戦車開発の命令を下した。 この新型戦車は従来の戦車よりも強力な手法と装甲を持っていることとされ、また攻撃の先頭に立ち敵の陣地を突破できることが要求された。ヘンシェル社の VK3601 に搭載する予定であったゲルリヒ法の開発は弾芯に用いるタングステンの不足を理由に中止された。VK3601 が要求を満たすには、 新規に 8.8cm 降車砲を改造した、戦車砲を搭載することが考慮されたが、これを実現するには、ターレット幅の拡大、車体の大型化などの変更を行わざるを得なくなった。そこで、ヘンシェル社では、VK3601 の拡大版として、新規に VK4501 を設計することとし、これが後に T-GAR-I、ER、として採用された。方法には、 並行して、ポルシェ教授が、クルップ社で開発していた、VK4501 の設計を用いた。これは、開発期限に間に合わせるためのやむを得ない承知であった。この後、VK4501 は、1942年7月27日に、クンマースドルフで行われた、VK4501 との比較審査において、性能を満たさず、 最終的に開発が中止された。t ーガー r i の車体形状とレイアウトは、方向戦車によく似ていたが、戦闘重量57トンと2倍以上の重さがあった。これははるかに厚い装甲と大口径の手法を備えていることに加えて、この重量を駆動させるために、必然的に大きくなる540リットルの燃料タンクと92発の弾薬格納庫、さらに大きなエンジン、 強固な変速機とサスペンションを備えた結果であった。1943年、チュニジアでアメリカ軍に露隔された第504へ、戦車大隊第1中隊の初期型第1、SS 装甲師団のティーガー第520戦車大隊の、ティーガー SS 第110戦車大隊の、ティーガー東部戦線におけるティーガー方号戦車の、全面装甲は初期型で2 0ト、mm、ル 強化された F 型でも 50mm に過ぎない。対して T 型 I の車体全面装甲は 100mm、中造製の砲塔全面棒立ては 120mm、側面と後面装甲の厚さも 80mm、側面下部は 60mm、上面と底部の装甲の厚さは 25mm である。後に砲塔の天外の装甲は 40mm に強化された。 車体走行は直線を多用した鋭角的な形状を用い、ソ連戦車、またはアメリカ戦車に見られる、鋳造形式の滑らかな曲線は見られない。これは走行にほぼ平板な厚演奏看板を用いているためである。戦車に、大軽視の概念の用いられる前の設計で、車体前面、側面とも砲弾の直撃に対して、 装甲を車に構えるような配置は行われていない。砲塔側面は筒状に構成されて曲面を実現し、被弾に対してより優れた防御力を持っている。この側面装甲は曲げ加工したものを連結して作られていた。車体、砲塔とも装甲の接合にはリベットではなく、同時期の他のドイツ戦車同様の溶接による高品質のものであった。 方号戦車では、車体の構成に際し、基本フレームに組み付けていく方法を取ったが、T ガー I では、基本フレームを用いず、装甲板同士を直接看合し、溶接して組む構成であった。T ガー I の内部構造は、一般的なドイツ戦車と同様であった。発動機を後部に配し、主変速機と走行変速機及びブレーキを車体全部に配した。 砲塔は、車体中央部に位置する。後方から見て、車体全部左側に運転主席、右側に、無線主権前方重主席を設け、車体中央の戦闘室には、戦車長、宝手及び装填手を配した。戦闘室は、防火壁を介して、機関室とは完全に隔離されており、機関室の騒音を遮蔽し、防熱上有利だった。 運転手席と無線手席の天井にはペリスコープ付きの小ハッチが設けられた。戦闘時には運転手は防弾ガラスと開閉式装甲カバーを備えたスリットを通して前方を視認した。戦闘室には一段高くなった床と砲塔と連動して旋回する砲塔バスケットが設けられており、砲塔の回転と共に包備品や乗員も回転した。重さ十一トンの砲塔は、 エンジンから動力供給される油圧装置を通じて動かされ、エンジン回転数が1500回転の場合には、全周旋回に1分かかった。これはこの戦車の欠点の一つで、そのため近接移動する敵戦車を取り逃がすことがしばしば起きた。エンジンの回転数と砲塔の旋回速度は比例した。気力旋回のほか、戦車長と砲手はハンドルを用いて、 砲塔を人力旋回させることができた。砲手はフットペダルによって砲塔の旋回を操作した。砲塔バスケットへに立つ、装填手は容易にスポンソンに搭載されている8.8センチメートル砲弾薬を抱え出すことができた。砲塔を打つべ左側には砲手が座り、社長はその後ろに位置した。装店手は宝を挟んだ、砲塔右側に立って作業を行うが、 走行時に腰掛ける専用の折りたたみ式ベンチもあった。また、床から、砲塔天井までの高さは157センチメートルだった。ターレットリングの直径は1850ミ、mm、リメートルで、ある。砲塔の右側面には、外部視察用のスリットが設けられ、走行板から丸いコブがせり出す形状となっている。砲塔の背面には、社外収納箱が取り付けられ、 主に整備用具類の収納に利用された。ゲペックカステンと外部視察用スリットの間には脱出用ハッチが設けられている。このハッチは厚みが 80mm あり、蝶つ害が下に取り付けられていたため、一旦開けたハッチを閉じるにはかなりの筋力が必要だった。ゲペックカステンの向かって、左側には自衛戦闘用のピストルポートが設けられ、周囲を保護するために、 関係の追加装甲がボルト止めされていた。砲塔上面の中央付近には換気扇、その左側に、戦車長用、キューポラ、右側に装填手用のペリスコープとハッチがそれぞれ設けられていた。後期生産型の砲塔では、装填手ハッチの後方に近接防御兵器が装備された。戦車用キューポラの形状は、当初、側面のスリットから、 防弾ガラスを通し直接視認する単純な筒型だったが、ソ連軍の対戦車ライフルに狙われるなど防御上不利だったため、中期型以降ではパンター A 型以降同様のペリスコープを開始間接視認する背が低いタイプに改良された。T ガーアイに採用された手法の褒美と点火機構は、有名なドイツ軍の8.8センチメートル降射砲のものが用いられた。 8.8cm k w k 3 6ル5 6砲は t ィー g e r I のための改造版であり t ィー g e r II の 8.8cm k w k 4 3ル7 1とともに第二次世界大戦半ばまでは最も威力があり終戦まで連合軍に恐れられた戦車砲であった t ィー g e r I の手法は弾道が非常に低伸ばするものであり 小純器には極めて正確なサイズの TZF9 ビット小純器を装備していた。砲弾は、誹謗鉄鋼弾である八点八 c m p z g r 三十九、合成広角鉄鋼弾である八点八 c m p z g r 四十、また流弾を主に使用した。八点八 c m p z g r 三十九は、弾頭重量十点一六キログラムで、初速は、 秒速810メートルである。射程2000メートルで84ミリメートル、1500メートルで92ミリメートル、1000メートルで100ミリメートル、500メートルで111ミリ、mm、メートルを貫通した。8.8CMPZGR40 は、弾頭重量7.5キログラムで、初速は秒速930メートルである。 射程2000メートルで110ミリメートル、1500メートルで125ミリメートル、1000メートルで140ミリメートル、500メートルで156ミ、mm、リメートルを貫通した。他に成形作薬弾である 8.8CMHLGR が用意されており、すべての射程で90ミリメートルを貫通する性能を発揮した。この方の射撃の正確さに関し、戦時中に イギリスで行われた六角兵器の死者において 1km の距離でわずか 41cm、46cm の大きさの標的に5回連続で命中させた記録が存在する。t g I はしばしば 1.6km 以上の距離で敵戦車を撃破したと言われる。第二次世界大戦において大半の戦車戦闘ははるかに近距離でなされていた。t g I の後部には 機関室が設けられている。機関室中央にエンジンを配置、その両側のスペースには燃料タンクとラジエーター及び2機ずつのファンが配置された。機関にはガソリンエンジンを採用した。これは排気量21リットル、シリンダーが60度に配置された V12 型液冷エンジンのマイバッハイ l 2 1 0 p 4 5で最高出力は650馬力であるが57トンの この巨体には十分でなかった。この機関は250両目に生産された t i から乾燥され、最高出力が700馬力に改良された HL230P45 が搭載された。エンジンのエアフィルターには、油性湿式のものが用いられた。他、北アフリカ先線やロシア南部に配備された車両には、乾式のファイフェル型フィルターが装備された。これは、機関室。 リアパネルの外側上部に取り付けられており、冷却用吸気口とパイプで接続している。この乾式フィルターは1944年初頭に廃止された。ガソリンエンジンはディーゼルエンジンに比べて燃料が発火しやすく、防御上極めて不利だが、当時、ドイツは優勢な英海軍に海洋封鎖されて石油の輸入に困難があり。 国産化学合成石油のフィッシャーとロプシュ、宝石炭液化油は、当時の鉄系触媒では、ガソリンと目分の含有が多く、軽油を多く含む、人造原油を化学合成できる、発金触媒が、開発成功したのは、戦後だった。そして希少な軽油道目分は、燃料平坦計画上、大西洋の米ソ平坦線の切断で活動し、長大な航続距離と揮発しない、 燃料油が必要だった U ボートに回さざるを得なかったため、ドイツ戦車のエンジンにはガソリンエンジンが選択され続けた。ガソリンエンジンは軽量大出力で、起動性能は同等の排気量のディーゼルエンジン戦車より良好で、振動も少なく初段命中率向上に効果的でもあった。エンジンの始動には、車体のリアパネルに設けられた穴を通して、クランク、または シュビムアーゲンの後部のプロペラシャフトと連結、もしくは小型の指導用の外部エンジンで指導した。エンジンの交換は、機関室上面に設けられたグリルのあるハッチを開いて、機関を吊り上げ、車外に搬出した。火災に備えて、機関室には自動消火装置が装備された。電気検知式の温度センサーを備えており、摂氏160度以上で作動。 消火剤を約7秒間放出する。T ガーアイの57トンの重量は当時のほとんどの橋梁の荷重制限を超えていた。このため本社は4メートルの深さまで水中を走行できるよう設計された。水中でのエンジンの吸気と冷却のため、機関室後部上面に高さ3メートルの伸縮式吸気等を装備し、ハッチと各種接合部には防水シールが施された。 潜水は2時間半程度まで可能だった。車内への漏水は汚水排出用ポンプで排出された。この潜水機能の獲得のためには車体に完全な水密構造が求められ、生産に手間がかかった。さらに水中走行の準備には30分かかり、砲塔と手砲は真正面の位置に固定し、開口部には防水カバーや線、また隙間にはゴムによる密閉を行い、 車体背面にはシュノーケルを立てる必要があった。この潜水機構は495両生産された、極初期型に搭載されたが、ごく一部のみの装備にとどまり、後の生産型では廃止された。潜水装置を用いない都装では1.6メートル、ないし1.2メートルまでの深さを渡ることができた。t g ー r i に採用された、トーションバーサスペンションは、現用戦車にも採用されている。 先進的な構造であり、床下に横置きに収められた16本のトーションバーから構成された。このトーションバーは棒バネをねじる働きで衝撃を干渉する。直径は5 8ト、mm、ルから5 5トル長さは1 8 9 0ト、mm、ルである。床下のスペースを節約するため、棒バネと天輪を接続する部分である。スイングアームは左側で前向き、 右側で後ろ向きに配置されていた。それぞれのトーションバーには、ピッチングを減衰するため一方向に作動する干渉機がついている。これは、車体内部に設けられた。一本のスイングアームには三枚の天輪がついており、不正値でも良好な走行性能を発揮したが、生産コストが高かった。天輪の直径は80センチメートルで、差し込み式だった。また、 設置圧を分散し低減するために、千鳥式配置を採用したが、この天輪と天輪とを挟み込むように配置する構成はいくつもの問題を抱えていた。内側の天輪からゴムリングが外れ、この天輪を外して修理する必要が生じた場合、この天輪を挟み込んでいる、外側の天輪のいくつかまで外さなければならず、整備時には大きな負担となった。また天輪は、 泥や雪が詰まって凍りついて動かなくなることがあり、車体最前部の最も外側にある第一天輪を外す車両もあった。ソ連軍はこの足回りの凍結という欠点につけ込み、しばしば厳冬期に T ガーアイがすぐに稼働できない早朝に攻撃を行った。さらに、ゴム自体に耐久性がなく常時交換の必要が付きまとった。T ガーアの後期型からは、 内側にダンパーゴムを付けた新しいスチールリムホイールが採用され、後に生き残った初期中期生産型にも乾燥して使われている。構成天輪は従来の天輪に比べてゴムの消費が少なかった。立体へ動力を伝達する軌道輪は車体最前部に設けられた。T ーーア I に用いられた立体の幅は大重量を分散して良好な設置圧を得るために 前例のない 725mm の幅が採用された。この大きな離体の採用には問題が生じた。社服に制限のある鉄道輸送に際して T ガーアイの車体がはみ出し、そのままでは輸送できなくなったのである。これに対処するため、最も外側に位置する天輪を外し、520mm 幅の輸送用の離帯をつけて鉄道輸送を行った。離体は 鑑式で1本のピンにより連結される。片側96枚、約3トンを連結した。設置圧は1 0 5ラム、平方センチメートルである。立体の交換には熟練した乗員の場合で約25分を要した。T-GAR-I に見られるその他の新たな機構は、油圧式のプリセレクターギアボックスとセミオートマチックトランスミッションである。T-GAR-I の駆動力は、 後部のエンジンから床下のカルダンシャフトを通じて、車体全部の主変速機へ送られ、減速された後に、ステアリング操作を司る走行変速機へと分配される。この走行変速機での動力の分配の調節により、戦車は方向を変え、またはカーブしたり、後退前進を切り替える。この走行変速機から出力される動力は、さらに最終減速機へ送られ、 減速された後に軌道輪へ伝えられる。軌道輪は離体を駆動させる。ティーガーは、その大重量から、より軽量の車両に使われるクラッチと、ブレーキではなく、イギリスのメリット、ブラウン式のシングルラジアス機構の改造版が、使用された。ティーガー I の走行変速機は2つのラジアスを持つ、ヘンシェル製 L600C が用いられた。これは、 それぞれのギアで2通りの一定半径での旋回が可能であり、1速での最小旋回半径は4メートル構造的に超新地旋回も可能であった。マイバッハ製のオルバー OG40 から12から16主変速機は全身発足だったので、走行変速機によるステアリングには16通りの旋回半径があり、もし旋回半径を小さくしたければブレーキが使われた。 更新は4足が用意された。これらのギアは手動のレバーで段を選択するもので、レバーに連動して油圧回路が閉鎖、または解放され、変速は油圧によって自動的に作動した。メインクラッチは湿式ンを使用した。ステアリング操作はレバーではなくハンドルで行われ、パワーステアリング式のため操作にはほとんど力がいらなかった。走行用のブレーキ。 また走行変速器用のブレーキにはディスク方式が用いられた。T ーガー I の操縦機構は操作しやすく、当時使用されていた戦車の中では先進的なものであったが、本戦車は全体としては機械的に欠点がないとは言い難かった。また T ーガー I は硬い地面の走破性は高かったが、レニングラード周辺では適しているとは言えなかった。SD KFZ9 で牽引中の T g a IT ガーイの機械的信頼性はその57トンの車重により大きく損なわれた。この過大な重量はサスペンションに負荷をかけたが、これは複雑で修理が困難だった。複雑な変速機と走行装置は実戦で大きな負荷をかけると壊れやすかった。そのため移動は基本的に列車で行われた。もし、 行軍の必要がある場合は、低速で行動しなければ、ブレーキやトランスミッションが著しく消耗し、肝心の戦闘ができなくなった。適切なオーバーホールや整備を受けない車両は、簡単に故障を起こして、使用不能となった。また、巨大な重量を受ける、離体、転輪、軌道輪、変速機は、消耗が大きかった。重量過大なことから、離体は破損しやすく、 荒い運転や不適切な地形での走行で曲曲、切断などの故障を起こした。大重量を駆動させるエンジンも損耗が激しくしばしば加熱や火災を起こした。後に機関室には温度の上昇を検知して自動的に作動する自動消火装置が装備された。これらの故障、整備に対して要する労働と時間は乗員や整備代替を大きく拘束した。 故障を起こして動けなくなった T ーガーアイの回収は厄介な作業であった。もし T ーガーアイが動けなくなった T ーガーアイを牽引するとエンジンはしばしばオーバーヒートし故障や発火の原因となった。そのため T ーガーアイが両者を牽引することは禁じられた。また駆動輪は低い位置にあるためあまり高い障害物は乗り越えられなかった。 操縦手が粗雑な運転をすれば、離体はしばしば駆動輪から外れ、すぐに行動不能となる悪い傾向があった。離体が外れて絡まった場合、2両の T ガーえが、牽引のため必要になった。絡まった離体は、緊縮がきつくて、軸を抜いて、外すことができなくなるため、離体を爆破、またはトーチによって、溶断して外さなければならないこともあった。 ドイツ軍最大の重牽引車である18トン半装機式牽引車を用いても1台では T ーガーアイを牽引できずしばしば3台をワイヤーで連結しなければならなかった。一戦部隊ではこのような回収車両の手配の労や切迫した戦闘状況などから禁止命令にもかかわらず T ーガーアイで牽引を試みた場合もあった。平地においてさえ難重する T ガーアの回収は くぼちやでいねにハマった際などは、数量の牽引車を必要とした。さらに、自身が大重量と、強力なブレーキを持つ他の2両の t ィーガーアイを、カウンターウェイトとして連結しなければ、牽引車が転覆する恐れもあった。t ィーガーは、第二次世界大戦に投入された戦車において、重装甲かつ強力な砲を持つ戦車の一つであり、連合軍戦車の強敵だったが、設計は、 保守的でいくつかの重大な不利があった。車体とその装甲板は、左軽視の概念が採用される前の設計のため、ソ連の T-34 やパンターのような傾斜を取り入れないほぼ垂直の面構成で作られた。そこで十分な防御力を与えるために、厚くて重いものとなった。さらに、生産コストが非常に高かった。第二次世界大戦中に5万両弱のアメリカの シャーマン戦車と58000両のソ連の T-34 戦車が生産されたのに比べ、T ーガー I はわずか1350両、T ーガー2は480両程度に過ぎない。ドイツ戦車の設計は複雑で、連合軍戦車に比べ生産コストの面でいずれも高くついたが、T ーガー I はパンターの約2倍、スリーゴー戦車の約3倍。 3号突撃砲の約4倍も効果だった。ティー,ガーア i の性能に匹敵する敵戦車はアメリカの M-26 パーシングとソ連のイズマイナスにスターリンであるが、これらは対戦中に前車は約700両、後車は3600両が生産された。ティー,ガーア i の生産は1942年8月に始まり、1944年8月の 生産終了までに3 5 5両が生産された。当初月産25両のペースは1944年4月には月産104両まで増加していた。保有台数は1944年7月1日に671両に達したのが最高だった。通常、T ガーアイの生産には他のドイツ戦車の2倍の時間がかかった。 改良型の T ーガー2が1944年1月に生産開始されると T ーガー I の生産は徐々にライン上から外された。木陰に身を隠す T ーガー、手前の乗員が離隊の跡を消している T ーガー I はもともと陣地突破のための攻撃用兵器として設計されたが、実戦投入された時には軍事情勢は劇的に変化しており、主に敵戦車体の突破を阻止する。 引消し役としての機動防御戦闘に対応された。T-I は主要な敵戦車である T-34M4 中戦車、チャーチルフ氷戦車を1600メートル以上の遠方から撃破できた。対照的に 76.2mm 砲を装備した T-34 は T-I の前面装甲を0距離でも貫けなかった。側面装甲は B.R. マイナス三百五十 P アップクアダンを使用すればおよそ五百メートル以内で貫けた。T. マイ三十四から八十五中戦車の八十五ミリメートル砲は T.G.I. の正面装甲を五百メートルで遮断できた。i s マ二の百二十二ミリメートル砲は T.G.I. をあらゆる方向から千メートルで撃破することができた。M. 四シャーマンの七十ミリメートル砲は。 ティーガーアイの正面装甲を接車でも貫けず、側面装甲も300メートル以内でないと貫けなかった。アメリカ軍の76ミリメートル砲は一般的なアップクビシ弾を使用した場合、いかなる距離でもティーガーアイの全面装甲を貫けなかったが、供給量の少なかったハバップ弾を使用すれば1000メートルで全面装甲を貫けた。シャーマンファイアフライに使用される。 イギリス製17ポンド砲はアプズ弾を使用した場合、1500メートル以上で全面走行を貫けた。ただし、熟練した搭乗員は t アイの走行を増加させた。敵戦車に対して車体を車に構えることにより、軽車走行と同じ働きをつけたのである。 正面走行を敵に対して45度傾けた場合、敵弾が貫通しなくてはならない走行は換算すると1 4 1トルになった。さらにこれに減衰効果が加わり、貫通は難しくなった。通常、鉄鋼弾はそのありそくに貫鉄能力を持つ。したがって、戦闘距離が短くなればより厚い装甲を貫くことができる。 ティーガーアイの手法の大きな貫通威力は、敵戦車を相手が反撃できない遠距離から撃破できることを意味する。ロシアなどの兵地の多い、明けた地形ではこれは大きな戦術的優位だった。敵戦車はティーガーアイを撃破するために側面からの攻撃を強いられた。しかし一方で、オードランス QF17 ポンド砲やジス2 5 7ト、mm、ル対戦車砲の ような対戦車砲は、ティーガーの正面走行を貫通するに十分な威力を持っており、よく準備された対戦車陣地を正面走行に頼って突破することは不可能であった。ティーガー・アイは1942年8月29日に初めてレニングラード近郊の無我における戦闘で使用された。ヒトラーの圧力で計画より数ヶ月も早く使用されたため、初期型の多くは、 機械的な問題を抱えたままであることが判明した。1942年9月23日のウイジンで投入されたティーガー・アイの4両はすべてが湿地にはまり込み、ソ連の統治下に据えられた対戦車砲により撃破された。うち3両は回収に成功したものの、1両は回収不能となった。これは爆破処分されたが露覚され、ソ連に同戦車を研究し、 対抗手段を準備する機会を与えた。北アフリカ戦線での最初の戦闘では、ティーガー・アイは開けた地形で連合国戦車を圧倒できた。しかし機械的欠陥により、同時に投入できたティーガー・アイの台数は、ごく少なかった。レニングラードでの経験をなぞるように、少なくとも一両のティーガー・アイは、イギリス軍の6ポンド対戦車砲により撃破された。 側面に着弾しながらも貫通しなかった砲弾コンティガーアイの過大な重量から渡れる橋は限られており、地下室のある建物跡を横切ることは危険だった。もう一つの弱点は油圧旋回する砲塔の回転速度が遅いことだった。砲塔は手動で動かすこともできたが、標準の微調整に用いられる程度であった。 ティーガー・ I の最高路上速度は時速三十八キロメートル、公的種のイズマイナス -2 の時速三十七キロメートルと同程度で共にほとんどの中戦車よりかなり低速だった。ただし操縦性はティーガーの方が容易で優れていることは両軍の報告書で明らかになっている。ティーガー・ I の初期型の最高速度は時速四十五キロメートルほど出たが1 9 4三年秋に エンジンが改造された際に時速 38km に落とされた。T-GAR-I ーーはまた常に信頼性の不足に悩まされた。T-GAR-I ーーの部隊は故障により定数不足のまま戦闘に参加することが多く、部隊での路上行軍ではほとんど常に故障によって脱落する車両が出た。また燃費が悪く、航続距離も短かった。しかし、立体幅の広さが幸いし、 重戦車であるにもかかわらず、ソ連の T-34 を例外として、大半の戦車より面積あたりの設置圧が低かった。防御戦闘では低機動力はあまり問題にならず、t g r i の走行と火力は全ての敵にとって恐怖の的だった。遭遇確率の高いパンターの方がより大きな脅威だったが、t g r i の存在が連合軍兵士に与えた心理的影響は大きく、 タイガー恐怖症を引き起こした。ティーガーとの遭遇は極めて稀であった。連合軍兵士はティーガー I を見かけると立ち向かうよりも逃げ出したが、シュルツェンが装着された縫合戦車のようにティーガーに似ているだけの戦車に対しても同様のことが起こった。ソ連の T-34 もティーガー I を恐れた。それはまるで以前ドイツのスリー戦車が、 ソ連の重戦車を恐れたのと同じであった。連合軍側で受け入れられた戦術は一段となってティーガーに当たることであった。一両がティーガーの注意を引きつけている間に、だが側面や背面を狙う。ティーガーアイに搭載されている弾薬や燃料はスポンソンに格納されているため、側面を貫通すれば撃破できることが多かった。しかしこれはリスクのある戦術であり、 連合軍側は複数の戦車を失うこともあった。ティーガーの部隊を撃滅するには実に巧妙な戦術が必要だった。チュニジアに進出した第501銃戦車大隊の極初期型ティーガーアーイは軍直轄の独立銃戦車大隊に配備されることが多かった。これら大隊は突破作戦でもさらに反撃戦においても激戦地に投入された。 陸軍の精鋭である大ドイツ師団や武装 SS 師団のうちでも番号の若い精鋭師団はティーガーアイをある程度装備していた。クルスクの戦いにおいて1943年7月7日 SS 第一戦車連隊第13中隊第2小隊のフランツ・シュタウデンカー軍曹が指揮する一両のティーガーアイはテテレービの付近で ソ連軍の t 三十四約五十両との遭遇戦闘において約二十二両を撃破した。下腕カーは弾薬を使い果たし敵の残車両は退却した。この戦果で下腕カーは七月十日に騎士鉄十字章を受章した。九百四十四年八月八日、SS 第百二2戦車大隊第一中隊のビリー・フェイス総長が指揮する t g r i は イギリス軍第11機講師団と遭遇した。彼は、シャーマン戦車14両、装甲車12両、対戦車砲1門を撃破し、弾薬が尽きた。兵装長は別のティーガーアイから手砲弾を調達し、同日中にもう1両を撃破して、計15両のシャーマンを撃破した。同戦車大隊は、ノルマンディの戦いで保有するティーガーアイ車を失ったが、 227両の連合軍戦車を6週間のうちに撃破した。なお、同戦車大隊最後の稼働、T ガー・アイは前日のフェイ総長が指揮し、8月28日ルーアンでとかに失敗し、セーヌ川に沈んだ。ミハエル・ビットマンは T ガー・アイの多くのエースの中でも最も有名な戦車長であった。彼はな車両を乗り継いで戦い続け、最後に、 ティガー・アイに登場した。ビットマンは1日で、戦車数量を含む20台以上の敵車両を破壊したビレルボカージュの戦いで、白洋、ケンツケキシテツ十字章を受賞したが、1944年8月8日に、戦死した。10名以上の戦車長が100両以上の敵戦車を破壊した。ヨハネス・ベルターは139両以上、オットー・オカリウスは150両以上、 クルト・クニスペルは168両以上、ミハイル・ビットマンは138両以上、バルター・シュロイフは161両以上、アルベルト・トケルシャーは100両以上を撃破した。砲塔番号131番のティーガー・アイ・ロカクした、ティーガーを視察するボロシーロフ、ジューコフラ赤軍1943年4月21日、第504へ。 戦車大隊の砲塔番号131番のティーガー・アイがチュニジアのジェベルジャフ・ファノーカでのイギリス軍のチャーチル不評戦車との戦闘後に露格された。その戦車は修理され、チュニジアでしばらく展示された後、イギリス本国に送られ徹底的に調査された。しかし米英など西側連合国は、このドイツ戦車がいかなる自軍戦車より優れていることが判明したにも、かかわらず、 ほとんど対策を取らなかった。これは、一つには、T ーガーアイは大量生産がなされないだろうという、正しい推測による。また、アメリカ陸軍の戦術協定では、戦車というものは、戦車対戦車の戦闘には重点を置かず、対戦車戦闘は、駆逐戦車の担当となっていたことによる。一方、イギリス陸軍は、T ーガーアイの調査後、17ポンド砲を搭載した。 シャーマンファイアフライやコメット巡航戦車を投入したが、後者は登場時期がラインとか作戦以降であったため、ドイツ戦車と遭遇する機会は、ほとんどなかった。1951年9月25日、露客されたティーガー・アーイは、イギリス軍受賞によって、ボービントン戦車博物館へと正式に寄贈された。1 9九十年六月、本社が完全に稼働できるように修復作業が、 始まった。2003年12月、アブローによる大規模な修復作業の末、完全に稼働可能なエンジンを装備した131号車は、博物館に戻された。今日、ティーガー・アイは、ボービントン戦車博物館において、稼働展示が行われることがあり、その走行の様子を見ることができる。ティーガー・アイは、より軽装行のドイツ戦車に対して、戦果を上げていた。 ソ連の重戦車キロボルト -1 や中戦車 T-34 に対する対抗策として登場したとも言える。t g r i が東部戦線に初登場したのは1942年12月だった。翌年1月に六角された t g r i はソ連に対抗策を取らせることとなった。t g r i が現れるまで、ソ連はもっぱら戦車の生産数量を重視し、質的な改良は、 量産を遅らせるため見送られてきた。ソ連の対抗策はいくつかの形を取った。152mm 砲を装備した自走砲の早急な開発が命じられた。SU-152 自走砲は25日という記録的な速さで設計を完了し実地試験に入った。ソ連時代の記録では、同車を装備した一個連隊が定数不足のママクルスクに5月に送られ、 クルスクの戦いで12両のティーガーアイと7両のエレファント駆逐戦車を破壊したとされた。しかし、ソ連崩壊後判明したデータにより、事実とは異なっていたことが判明している。損害の数においても、この戦いで様々な理由で前損となったティーガーは、10内市11両であり、同連隊の SU-152 は、ドイツ軍の戦車を1両も撃破しておらず、 同連隊の SU-152 中隊8両が1両の T ガー1と対峙したものの撃破できずに、その T ガー1によって一方的に撃破され、中隊は壊滅した。この戦いにおいて、他の SU-152 は1両が4号戦車により撃破され、1両がパンターによって損傷した後撤退、1両が故障し、放棄、後に回収された。また、 新型重戦車が計画され、1943年末に 85mm 砲装備の IZ−85、1944年はめに 122mm 砲装備の IZ−122 が収益した。さらにこの車体を使用した ISU-152 と ISU-122 自走砲が完成した。 T-34 は1944年には新たに 85mm 手法を装備した3人乗り砲塔を与えられた。終戦間際には新たな牽引式対戦車砲となる BS-300mm 野砲が供給された。これらの新兵器はすべて既存の車両野砲の拡大改良型であったため、すぐに大量生産に入ることができた。 ソ連戦車の持つ最大の威力は、ドイツ重戦車と比較してのその圧倒的な生産量であった。わずかに生産台数1350両の T ガー I と500両足らずの T ガー II が生産されたに過ぎない。一方、58000両の T-34、4600両のキロボルト1 3500両のイズ s 2が生産され、 合わせて6万6千両のソ連戦車が1850両の T-GAR-I ーー、T-GAR-2 ーーと対していた。約6千両が生産されたパンターと、各型合計約8200両が生産された方向戦車を数に入れても、ドイツ戦車の総数は約1万5千両にしかならないため、米英戦車を計算に入れなくてもソ連戦車の総数がドイツ戦車の総数の,総数の4倍以上という数的優位に、 あった。生産時期によって細部に差異があり、以下の通りに分けられているが、これらは戦後に作られた便宜的な区分であり、形式はすべて同じ、e 型である。試作1号車には、車体前面に油圧稼働式の増加装甲が装備されていたが、量産車では採用されなかった。1942年5月から1942年12月、生産。 1942年12月から1943年7月、生産。1943年7月から1944年2月、生産。1944年2月から1944年3月、生産。後期型から、厚生天輪き天輪と同等の干渉効果があり、戦略物資であるゴムの節約もできる優れものだったが、 走行音は大きくなったが採用された。同時に、天輪の配置も変更されており、トーションバーサスペンション方式で、一本のトーションバーに、複数の天輪を取り付けるという千鳥式配列は、変わっていないが、これより、前の方とは、配列が異なる。それに伴い天輪の数も、それまで一本のバーに、片側三枚付いていた天輪が二枚に減っており、サスペンションの負荷が減る。 メンテナンスやトラブル時に外す天輪の数が減る、鉄道輸送用の 520mm 幅の履帯を装着する際に、外側の4枚の天輪を外す手間が省ける、コストダウン、生産性向上、といった利点があった。1944年3月生産終了まで。シュトルム・ティガー・ティーガー通常日のタイガー131を含めた6両のオリジナル車両が現存し、 その他一両の再生された車両が存在する。この他に、第 102SS 0戦車大隊所属の車両で161両スコアのエース、バルター・マルティン・シュロイフの乗っていた TRI ーーの側面装看板がフランスのある地方の小川にて橋として使われている。ありがとうございます。